どうも、野球バカのひなです。7連敗。いつになったら勝てんのいつになったら勝てんのよ、ほんとに。もうね、ベイスターズとの差もね、縮まってるし、ほんとにまずいね。う、えーん、今日も、8対4の状態からね、8回9回で4点取って、8対8、同点まで来たんですよ。おっしゃ いい野球こういう野球が強かったじゃんカープの野球だーと思ったら、9回にさよなら。紅林選手の22試合連続無失点。23試合目にして失点してしまうという。無失点記録、終わりました。うわぁ。な、はい試合の方ね。まずはカープ初回。もうこの初回から今日はね、良かったんですよ。 いきなり菊池選手が先頭打者ホームランを放って、先制。さらにその後チャンス作って、相澤選手の左中下への2点タイムリーで3点。初回で3点。あーあー、これはさすがに今日は勝ったぞ。と思ったんですけど、1回の裏、高橋光也選手が杉本選手にホームラン、ツーランホームラン打たれてね、もう点を取った後にすぐを点、すぐ。 点を取られてしまいました。はーい。<laughs> まあ、これ杉本選手に対してのインコースのスライダーだったかなうん。そんなに悪くはなかったんですよ。高橋光也選手もね、このインコースのスライダーが、スライダーカットボール系が武器なんでね、っていうボールだったんですけど、うまく取られたねうん。あれは打った杉本選手がうまかった。杉本選手もね、なんかそんなに、 えー、よく打ってるなーっていう、去年まではそんなに打ってるなーっていうイメージなかったんですけどねー。今年に入ってかなかなうん。そうねー。去年は41試合出てホームランも2本なんですけど、今年はもう55試合で、すでにホームラン12本打ってるからね、うん。13本目か、今日で。ちょっと、もう素晴らしいですね。はい。 <laughs> ただ、取られた後、2回の表にね、カ、えープは小園選手のタイムリツーです。<laughs> 今日は小園選手3番にね、座ってたんですけど、うん、小園選手よかった。2番はつ選手、3番小園選手っていう、この2人は同級生ですからね、えー、98年生まれの、九十2000年生まれか。2000年生まれのコンビで、また点を取ってね、くれました。うん、4対2。うん、ああ、なったと思ったんですけど、3回の裏。 この回も本当に悲しかった。吉田正隆選手のタイムリー、杉本選手のタイムリー、ロメロ選手のタイムリー、伏見選手のタイムリーで、もう、4対2から一気にこの回6得点だよ、オイックス。8対4とね、なってしまいました。高橋光也選手もこの回途中でマウンドを降りるというね。今日の高橋光也選手、2回3分の1を投げて、被安打6の8失点。うーん。まあね、そんなに、 今年は炎上してる試合っていうのはなかったんですよ。うん。あの、前回、当番の楽天戦で、まあ、ちょこっと4回3失点っていう形だったんですけど、今日は打ち込まれましたね。2回3分の1で8失点。まあ、フォアボールもそんな多くなくて、フォアボール支持球1っていうところだったんですけど、いいところで打ってきましたよ、オリックス打線が。やっぱりさすが交流戦優勝したチームだなっていうのは思いました。はい。 で、そのまま8対4のまま、試合は続いていくんですけども、8回の表に、聖夜選手のバックスクリーンへのホームラン。うーんこのホームランがなければね、えー、同点まで行ってませんから、大きいホームランでしたよ、聖夜選手。まあ、このあたりね、まあ、キットは出ていたんですが、ホームランっていうのはあんまり出てなかったんですけども。ここでホームラン打ってくれましたね。今日の聖夜選手も5打数2安打。 一本ホームラン打ってくれてね。えー、まあ良かったんですよ。うん。4番に入った聖夜選手は、で、9回表です。はい、この回、菊池選手のタイムリーで、まず8対6。そっから2アウト2塁3塁から、小園選手の同点タイムリーが出るんです。2点同点タイムリーヒット。素晴らしかったね。うん、本当にこの回に、前までの逆転のカープっていう、 そんな野球を思い出させるようなね、そんな試合でしたよ。もう皆さんも思い出したんじゃないかなと思います、この回。まあ、あーワンナットからね、林選手がヒットで出て、宇グサ選手もヒット。まあ、この若い選手でチャンスを作って、菊池選手のタイムリーですよ。この菊池選手もソフトバンク戦では4打席連続三振とかあったんですけど、今日は5打数の2安打1ホーマン2打点ということで。 えー、打率も、まだまだ3割をキープしてます。リードフマンやってくれました。うん。で、こっから、はつ選手は倒れるんですけど、ツーアウト2塁3塁から、小園選手のライトへのね、しぶとく抜けていくタイムリーヒットです。もう今日3番に入った小園選手は、5打数の3安打3打点。素晴らしかったね。えー、昨日の試合もこの3打数2安打ですから。 おそらく次の明日の試合も3番で起用されるんじゃないかなと思います打率も3割5分を超えていてね小園選手がここまでやるとね多分誰も思ってなかった思ってなかったでしょ皆さんたちもねはい本当に素晴らしかったですしかーしそのあと出てきた紅林選手が打たれてしまうんですねはいまあ3点差あって3点ビハインド8対5で9回表を迎えたので 栗林選手も気持ち的には今日はないかなって今日登板しないかなと思ってたと思うんですよね。まあそんな中でまあ同点に追いついてっていう中での登板だったんで少し気持ちの面でも準備できていなかったのかなと思います。はい。その栗林選手はまず福田選手にフォアボールそしてワンナウト2 6送バントで で、モヤ選手、一塁歩かせて、ゲッツー体制でね、ワンアウトランナー、二塁、一塁二塁っていうところから、ロメロ選手、ジョーンズ選手もフォアボールと、もうね、フォアボール三つ、うん、で、ワンアウト満塁のピンチを招くんですね。うーん。まあ、この、こういうピッチング見てもね、あいつもの栗林選手じゃないかなと思ったんですけど、ただそっからロメロ選手は三振をしとるんです、えー。開き直ったようにね、ストレート二球で追い込んで、えー、最後はフォークボールで空振り三振 あの三振は素晴らしかった殿下の報道でね、あ、開き直ったと思ったんですけど、最後は、ツーアウト満塁から T 岡田選手にストレートをしぶとく一二塁か栗林選手の無失点記録が、あここで終了しました。初黒星。まあまあ、いつかは点取られるんでね、ええー、しょうがない。そこ、今日の試合はしょうがないと思います。まあ、最後、打った T 岡田選手も、それまでの打席、4打数無安打だったんですけどね、 うん最後の最後は、多分ストレート一本に絞ってたんでしょう。うん、そのス,ポストレートをね、コンパクトに、一、二塁間破っていきましたよ。はい。<laughs> まあ仕方ないね。えー、まあ、栗林選手最近ちょっと疲れ出てきてるかなっていうのがあって、前回のソフトバンク戦でも、まあ一回無失点に抑えたんですけども、フォアボールを二つ出してるんですね、えー。で、その前に投げたソフトバンク戦でも、 ヒット2本打たれているというところで、まあ、ちょっとね、疲れもできているかな、できているのかなっていうところは正直ありますねうん。ただね、カープは明日からまたまた3連戦続いていくんで、えー、なんとか栗林選手を出さないで勝てるような試合展開を望んでいます。はい。 で、えー、明日はカープ、西武との対戦ですね。で、カープの先発ピッチャーは矢吹田投手です。矢吹田投手、今シーズンまだ1軍での登板なくて、2軍ではあ7試合投げて、えー、1勝3敗、防御率4.60というピッチングです。はいもう先発の駒もね、あんまりないんで、なんとか頑張ってほしいんですけど、一方の西武は与座投手、アンダースローのピッチャーかな。はい、そうですね、アンダースローのピッチャーが登板します。 うんあんまり先発では投げてないのかなうーん見た感じここ4試合もイニングはね2回1回3回で1回3分の2ってことであんまり先発では投げてなさそうなのでランダー戦になるかな明日もうん本当に連敗ストップしてほしいなと思いますはいということで今回この辺でやっぱり野球って日本だ本当に頑張って勝って命懸けた勝負の舞台 恐れずに進め。